ダメ。待て待て。曇り空だと朝の散歩も少し億劫になっちゃう。それでもパパが運動不足、仕方なく付き合うのさ。だけど今日はちっと違う。パパにサービスしてあげる。おうち。晴れた日ならそれなりに僕ものやることが外にあるからね。ワンコ通信、匂い嗅ぎ分け、情報収集か欠かせない。だけど今日はちっと違う。家に太陽は出ている。機嫌がいいから特別さ。もう一回りしてあげる。いつもいつまでも太陽がいればいいのに、それだけで僕はもっといい子になれるのに。曇り空だと朝の散歩も少し億劫になっちゃう。それでもパパが運動不足、仕方なく付き合うのさ。だけど今日はちっと違う。家に太陽があるからね。機嫌がいいから特別さ。パパにサービスサービス。なんかおそばの入れ物なんだけど、オルソンのこれ持って。はい。食べますよ。はい。はい。どうしよう。ごめんごめん。はい、おいでオルソン。はい。早くは。はい、いただきましょう。来ないとオルソン。はい、待って、おかわり、おかわり。はい、よし。今日は太陽くんのリクエストでキムチラーメン、海鮮ラーメン。それでね、これトンブロンだったの、うんうん、で、紅麹で、あと鮭ね、うんうん、鮭あんまり食べないかなと思って、うん、食べてる、うん、食べないでしょ、うん。バイバイって。はい。バイバイ。
じゃあ11月ですね。まあ仕事の進み具合で連絡してください。はい。4時10分前だ。したからおやつしましょう。オルソン、はい。あちゃん。今日もリンゴのクランブルです。いただきます。いただきます。はい。食器洗い機の中に入らないからもう洗うの忘れちゃったから。はい、じゃあ俺ぞ、お手食べないの？お食事？あれ？ご飯は？はい、お手お手お手おかわり。はい、よしはい、いただきます。キヌアと、うん、ご飯を入れたんだ。ご飯というかピーマン、うん、え、キヌアとさ、うん、あれランティーユの残りをピーマンに詰めたの、うん、で、すっごい残念なことがある、うん、これ紫ピーマンだったんだけど火通したら緑になものすごい残念なの。綺麗になるかなと思ったの、うん、うん、そうなの。お腹空いたらお菓子食べてね、うん、うん、私あんまりお腹空いてないから。いただきます。